シューオル戦は、アメリカ合衆国、ミシガン州、カラマズー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。フロリダ・マーリンズ時代2002年に MLB ドラフトで、フロリダ・マーリンズから6巡目指名を受け、プロ入り。2005年6月23日にメジャーへ昇格し、6月25日のタンパベイ・デビルレイズ戦で、メジャーデビューを果たした。 7月22日にマイナーへ降格し、7月28日に左肘の故障により故障者リスト入りとなり、シーズンを終えた。5試合のうち4試合に先発投手として登板。防御率3.98を記録し、1勝1敗というシーズンだった。故障契機に速球の威力勝負から速球の軌道を変えながら低めに集めるというピッチングスタイルへ変更。2006年は、 開幕から先発ローテーションに定着し、4.00台の防御率ながら12勝を記録し、新人投手としてチームメイトのジョシュ・ジョンソンと共にリーグ2位、対、球団史上歴代に遺体となった。この年マーリンズは史上初めて新人投手4人が2けた勝利を達成し、オルセンはその先発ローテーションの一員となった。2007年は10勝15敗。 防御率5.81で、勝ち数と負け数は共に、ドントレル・ウィリスとチーム最多であった。2008年11月11日に、2対3のトレードで、ジョシュ・ウィリンガムと共にワシントン・ナショナルズへ移籍。2011年は、ピッツバーグ・パイレーツと契約したが、肩の故障のため登板なしに終わった。2012年1月25日に、シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。 2012年オフにテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。短期な性格で何度もチーム内で暴力沙汰となった。2006年はミゲル・カブレラ、ランディ・メッセンジャーと一戦を交えた。2007年7月には制限速度オーバーが警察に見つかったが、それを無視して自宅へ逃走した。その後警察が来て現行犯逮捕となったが、翌日保釈金を払った。 ありがとうございます。